ご飯ぐらい食べ出してくれていいしよ、ご飯ぐらいは。哎，我给你点。なんで枠切ったん？開けといてん。うわ、ガオコさん、メガホン何十個怪しい。ガオコさん、メガホン30個怪しい。マジでこんだけみんな頑張ってんだからさ、運営ちゃんもそろそろ俺ちゃんもおすすめ規制解除したら。あ、ガーゴさん、こんばんは。やっぱり、いや、友達じゃないし、友達ではないから、これやばいな。朝比奈軍団ではないでしょ。暗黒から？キスマークなんかないでしょ。だってどう見てもタレパンだよ。タレパンダ。何でしょう。エビオ。オリジンのサラダ。みんな大好き。ほんま変態やな。ほんま変態やな。めっちゃ重い。無理やり詰め込んできて。回してたんや。人のおっさんの乳毛を見てオナニーするのやめてもらえますか。人の乳毛を見て興奮する、なんでシコシコするんだよ、やめる。あ、シャオアミ降るみたいね。やばないですか、マジ。
マジでおっぱいあるんだけど。見てるでしょ、やばいでしょ。そんなね、おっさんのタレパンで乳首をね、9人が見てんのよ。他に見るものないのかよ。じゃあブラしたら、ブラしたら、あの、バンされんのよ。あの、近藤組長が、AF ちゃんのパンツを晒したときに、あの、パートナーの下着を晒さないでくださいって言われたように、俺ちゃんもこの間嫁ちゃんのブラジャーしてたら、バンされたもん。3つも悪見てんの？すごいな。この時間帯に3つ悪を見てるうちの1つが俺ちゃんって光栄ですね。なかなか、なかなか通だね。でもおすすめ規制だから閲覧増えないんだけど。あー、ごえもんさんいらっしゃい、チーペアです。ごえもんさん、こまわ。ごえもんさん、こま。コージンパイパーです、コージンパイパーです、コージンパイパーです。ごえもんさん、こま。コージンパイパーです。コージンパイパーです。こま、こま、こま。なんか緑のバッグになんか変な人の形のこま。あのイベントのアイテムのこまが3つもらえてるはず。イベントアイテムが3つあるから。こま。コマでランキングがあるんす。コマないの？え、なんで？え、もうどっか慣れちゃったってこと？え、みんなもらえてるんでしょ、一律。わからん、わからん。慣れたな、さては。パイパンもある。あー、個人パイパンあります。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 また日が変わったら、あの、コマ補充されると思うので、1人3つね。お願いします。お願いします。予選突破しないと本戦いけないんですよ、今回のこのイベント。予選をなんとかね。予選をなんとか、予選をなんとか、予選をなんとかない。予選を勝ち抜いてね。でもラーメンよく見つけたな。着実に落ちてるんだけど、ランキング。157まで落ちたんですけど。爪規制は痛いな。
か俺じゃもうあの無期限無期限のおすすめ規制じゃない、おすすめ解除になった魔法のダイス、ああそうそうそう、それかそれ課金の方、どれがいいのそれって。あかあこさんイエスコマです。花火1個と風船999個ダイス10個の方が良くないですかそれって。え、目先の500円より、え、400円500円より、でも風船も一緒なんか、え、効果的にはどうなの、ダイス10個の方が効果高そうな気がするんですけど。あ、風船999個も見てみたい。え、1000個っていうのは投げれないんですか、マックスが999個なの。まあでもそんなあのクールとかそんな見たことないけどね、おんちゃん。ファンタスティックとか。あと何か言うん。なんか。アメージング。人の枠で飛んだ後なんてことある。あ、999までなんや。へぇ。全部ないけど。ん？じゃあ風船。いや、大花火とか。知らん。大花火999になる人おらへんの。やばない。何個？100万。すごいろ。多分10発くらいちゃう。うん。これ上見たことない。なんかフワッチがそれで訴えられるんか、なんかそういう。煽るなんて。ああ、てか、高額増えになってなんかね。クール風船999。やめて、やめて。え、俺じゃあ何もらったの？そうなの。え？うそん。そうそう、なんだ。マミ、おいで。置いとけよかった、それ。スクショ取れよかった。はい、マジっすか。うわぁ、もったいないことした。スクショ取っとけよかった。というか、それ、配信歴も残しとけよかった。え、どれの時やろう。いっぱいもらってるからな。え、この間イベントの時のやつですか、それ。この前やった時。この前やった時。どれやろう。どの回のやつやろう。1000ポイントぐらいのやつ、あ、これかな、マルハンかつあげされたやつ、違うな、数日前、あ、コージーパイパン5回です、数日前、多分かな、日雇いポスティング働くおじさん、違うな、クレープのやつ、あ、クレープの時かな、でもクレープ昨日やもん、暗黒ハルカス、あ、でも暗黒ハルカス、これ花火やったもんな、あ、9万6000失ったおじさん、これも花火くれた、え、花火じゃない、え、これどれやろ、やっぱこれかな、2万5000カツアゲされたクソマルハンのやつかな、マジっすか、スクショ3日に投げてる、3日、あ、やっぱりそうや、この今日だけで9万6000失った、あ、これ4日やな、え、3日、あ、これか、日雇い派遣ポスティングおじさん、クソマルハンで2万5000カツアゲ、あ、配信時期そういうのは残しとかなあかんな、それをあれにしてる人多い、サムネとか、うん、最近会えていても友達、ありがとうございます、皆様のおかげです、皆様のおかげです、ありがとうございます、先生、奥様のおかげ、そう、あとあの先生、奥様、ありがとうございます、最近コーナーしてるからちゃんえ、みんながっかりなの、みんながっかりなの
前、あんた賢い。160。賢い、そうやってる。で、お前は？あ、一本とかでいいよ。うん、賢い、そうやって食べる。酒屋さんを引っ張り込まないと。あー、マジで何やつ、うん、ダイス、あれダイス、あーダイス、もう見かねてないんさ、ダイスあれダイス、うん、めっちゃ綺麗このサイコロ、あー、マジでダイスあれです、2個ずつやるしかも、うん、やばい、綺麗、あ、ほんでこうなってたの、うわ、一気に上がってる、どこまで上がったんこれ、もう手も出た、あ、消えた、んスーパーフワッチなんやらっていうとこになんか出た、そう、うん、スーパーフワッチなんとかスクショ取られへんかった、一気に140、ちょっともうみんなコマ、コマお願いしますよ、マジで。12、コマ、コマ、コマ、みんなコマ、みんなコマ、コマ、コマ、コマください、コマ。ん？ん？あ、100ポイントボーナスです！大好きです。あー、五右衛門さんもコマです！すごい、これ何個何個何個 ?2、4、6、8、10個です、第7本大豆10個です、100ポイントボーナスもついてるぞ、コマ没収された、どういうこと、うん、あ、ガーコさんコマ3つです、あ、マリナさんコマです、ラヤタンコマです、ラヤタンコマです、あ、シータさんもコマです、あれです、ドクメさん困ります。シーザーさん困ります。マリーさん困ります。ドクメさん困ります。シーザーさん困ります。ドクメさん困ります。これ一気に来たんじゃない？一気に来たんじゃない？一気に来たんじゃない？これ。来たんじゃない？これ。あ、シーザーさん困ります。ドクメさん困ります。マリーさん困ります。これ一気に来てんじゃない？10倍来た。10倍？うん。あ、ライアタン10倍コマです、ドクメンさんコマ3つです、愛しのララタンから10倍来たよ、うん、あ、もうめっちゃ上がってんじゃん、え、どこまで行った、どこまで行った、めっちゃ上行ったんじゃん、あれどこ行った、おりちゃんどこ行った、あれ、あ、133位まで来てるよ、133位まで来てるよ、これもう予選突破できるでしょこれ、あかん、魔法の大スイカです、マジンさんやつもうありがとうございます、ありがとうございます、マジンさん魔法の大スイカ、みんなもコマ、コマでもいいのでお願いします、あー魔法だいぶ来たんじゃない、これもう、もう120位 いってんじゃない、これなんかもういないよ、あ、ぴったり120位、120位達成、おめでとう、うわうわ、ラッキーラッキー、なんか来た、ラッキーなとこ100ポイントもなさいっす、魔法大スイカです、魔法大スイカです、100ポイントボーナス、なんか画面出た、なんかチラ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 って、そんなんなんねや、マジで写真出てたやつと一緒かな、2回出ましたと思ってるの、まあ、100ボーナス、もう一本持って、いや、これやる、もうあの、安心してください、120位入りましたよ、ありがとうございます、ありがとうございます、え、もうこれで予選通過、え、もっと上まで行ってる、あ、115位なんだけど、ちょ、これやばくない、ランハゲ抜いてるで、ランハゲさん抜いちゃってるけど大丈夫ですか、おりちゃん、何までいけるの、ね、やばくないですか、え、120位までいけんって、今115位まで上げてくれた、もう予選だって、あの赤心が126位ですけど、もうこれ予選突破じゃないですか、ありがとうございます、うわ、うわ、うわ、なんか来た、なんか来た、40ポイントボーナスです、
そんな上まで開けるんですか、マジさん。大丈夫ですか、ちょっと目立たなくないですか。魔法のダイスです。ちょっとやばくないですか。あ、魔法のダイス2個サイダニアです。ちょやばくないですか、やばくないですか。え、大丈夫ですかこれ。え、おりちゃん大丈夫ですかこれ。え、やばくないですか。あ、20ポイントラッキーチャンスボーナスです。なんかラッキーチャンス出てくる。なにこれ、パッチなんとかポイントって。その瞬間でスクショできへんのかな。わからん。なあ、かわいいよな、うん、これなかなかスクショ取られへん。難しい。なんか爆投げしてくれてはんねんけど。爆投げしてくれてはんねんけど。なむ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 。もうほんまにもう酔っ払ってるからもう何もかも。うわ2000ポイントいってる、この枠だけ。ああもう何秒連営業、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 何秒連営業。もうマジンさんもありがとうございます、本当にありがとうございます、本当にありがとうございます。ダム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 。あー、隣のママさんも困りです。何秒連営業、何秒連営業。あと10倍困りです、困りです。何秒連営業。うわ、皆様が、皆様に世界平和。え、マジで、え、マジで111位キープしろよ。あ、匿名さんもコマです。111位をキープ、マジで今105位まで。あ、ビントレさんもコマです。111位をキープってどう、キープキープ、これもういけたんじゃないですか。あ、特命さんこんばんはっす。野良さん抜いた。マジで野良ぼとけくん抜いちゃったらしいんだけど。大丈夫、あのパソコン固まった。キングガエさん長いよね。うん。105位キープ。ええー。ちょっとハードル高くないですか。103位になってる。ハードル高くないですか。103位。うん。トミーや、トミー。やばくないですか。野良ぼとけくんも抜いて、ネットプリさんも抜いてんのこれ。ネットの神様。え、ちょっと待って。パン粉の上におる、パン粉と鶴の神に挟まってるんだけど、やばくないですかこれ、メンツ的に。上がパン、上が鶴の神で、下がパン粉とかやばくないですか。バル。もうなんかやばくないですか。なんかもう大手に挟まれて、こんなカッソ主がこんな大手に、あ、もう一個分かった。あ、鶴の芯を抜いてしまったんですけど、足し上げと鶴の芯に挟まれてますけど、これ大丈夫ですか。やばくないですか。あー、隣のママさん、マジでありがとうございます。マジですか、ありがとうございます、ありがとうございます。あー、隣のママさんからも魔法大事、魔法大事、魔法大事、隣のママさん、魔法大事、隣のママさん、です。あ、20ポイントのボーナスです。トレンドボボさん、バーダイスありがとうございます。トレンドボボさん、バーダイスありがとうございます。なんか今すごいなんかマーク出た。隣のママさん、魔法大賛です。ナミオレゲギョ、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 ナミオレゲギョ。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 ありがとうございます。もうね、もうありがとうございます。本当に。たくさんの皆さんからの魔法のダイス、コマ、たくさんのアイテムありがとうございます。これもうやばくないですか。これやばくないですか。俺じゃないなの今。2桁なって、ちょっと待って。なんか上行ってるよ。なんかすごい上行ってるよ。90位なんだけど。深瀬ちゃんの下にいるんだけど、やばくない。90、キープは無理。キープはまあちょっとね、ハードル高いですけど、すごくないですか。だって閲覧これですよ。閲覧これで90位ってすごくないですか。やばくないですか、逆に。逆にやばくないですか。ねえ、ちょ、ね、やられた。俺ちゃんが頑張って、ね、置いてくれてるっていうね。いや、隣のママさんも、マジンさんも、シータさんもね、ガラタンもね、皆さんもね、本当に皆さんのおかげです。ビントレさんもね、ありがとうございます。ね。シュンちゃんは寝たのか。ガーコさんもありがとうございます。ね。ゴエモンさんもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひ皆さんありがとうございます。もうね、いつも俺じゃ何もしてないから、イベントの時。昨日頑張ったから、ありがとうございます、昨日ね。え？
昨日頑張ったでしょ、昨日。昨日あのマクドで店員に2回怒られてるからね、あれ。1回窓口行った時にお待たせって言ったその直後に、お客様、あの、店内でって。あ、ごめんごめんってさらっとごまかして、なんとかその場を乗り越えたつもりやったけど、もう一回帰る間際に、次回から店内でお願いしますって、もう一回釘刺されてるからね、あれ。で、店出たところで、あの、お姉ちゃんの二人組に、無理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 、私無理って言われ私無理の意味が分からへん。無理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 、私無理って。昨日何時に帰ってきたの知らない。私無理って言われても別に、そのあのお姉ちゃんに何かしたわけでも何でもないんだけど。いや、たまたまね、あの、あそこに行く用事が昨日あったんですよ、ほんまは。あったっていうか、まあまあ、行ったつ、まあ、どっちがついてるかよくわからんかったけど。あ、怖い？マジで？え、フォロワーランキング1位？累計はビントレさんっすよ、まだ。マンスリーは、うん、なるほど。なるほど。そうです、シータさんです。すごいですね。でしょ、すごいでしょ。で、言うてもあなたビントレさんもね、あの、あなた累計1位なんだから。あなたどんだけ投げてんだよ。あー、隣のマンさん、バーガー三つ橋さん、みょうえげげのみょうえげげのみょうえげげなむ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 、そのね、ママさんに世界平和と幸せが参りますように。なん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 。ママ、クド美味しそうなやってた？なんか新メニューやってるらしいけど。マジですか？ちょっと待って、もったいないから。まだ来日チケット1枚残ってます。これラスト延長チケットです。多分あの黒糖とかあの抹茶とかあるのでもらったやつ。抹茶集まったん結局、うん、もらえたの。次回行きたい。え、マジで。え、次な、まず新メニュー。あ、でも今なんかテレビ CM してたの、あの、野口とかあんな変でしょ。また新メニューが出た頃に。というか、ちょっとドライブスルーをちょっと別の角度から考えるか。だってね、あのマナティで店内買いに行ったら、絶対通報もんでしょ、間違いなく、あんなもん。取り押さえられてまうでしょ、あんな。割とマジで。コスプレのなんか、あのフェスがある時の、日本橋のマクドナルドだったらセーフだけど、ほらね、行くのの近所のマクドに、もし夜中にマナティ来たら、100% 通報でしょ、これ。とか、店員に取り押さえられちゃうでしょ、おいちゃん。この間天王寺でマナティが、あの、私わからんって言われた女の子と、昨日の、
無理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 、私無理って言ったあの子そっくりやってんけど、同一人物あれ。あれなん、どういう意味で聞いたよね。それって地毛ですか？地毛なわけねえだろって言いたかったけど、店員さんにね、そういうわけにもいかず、地毛やったら怖いでしょ。で、罰ゲームやねんって言って、何かに負けたんですかって聞かれて、とっさに人生で負けてますって答えちゃった。あれ？ビントレさん見てなかったの昨日。マジでか。昨日の、チャリンコ乗って、マナティで、マクドナルドライブスルー行って。まあ、マナティでドライブスルー行ってんけど。チャリンコに乗ったらマナティがドライブスルー行ってんけど。何バーガーって、マジンさん今日は行かないですよ。毎日毎日行ったら本当に通報されちゃうでしょ。また罰ゲームなんですって言うから。いや、実技は店内でって言われてるから、マナティで店内入らなあかんから。マナティで店内きついっしょ。マナティで店内、あー、魔法ダイス、シータさんに返すさ、魔法ダイスに返す、店内で食べる。あー、1ポイントボーナス、ダイス返すさ、あ、さらにも、ちゃんとマジンさんが店内をシータさんがこうさらっと流してくれてるとこ、優しさを感じました今。そう、シータさんがあのアイテムでマジンさんのコメント「もうあんた」みたいな。なかなかナイスなコンビネーション。コンビネーション。え、二人は一つのパソコンとかスマホじゃないってことよね。それぞれでやってるってことよね。すげえ、81位まで上がってんで。やばくないですか？エイメン88位よ、ビントレさん。おじちゃん81位なんだけど。やばくない？シータさんナイスでしょ、押し流し。押し流し。あ、マジンさんがスマホで見てて、シータさんはパソコンで見てんねや、マジっすか。え、パソコンの大画面でこんな見てんの、やん。やん。あの、シアターモードだろ。私は怪しい目で見ないで。っていうか、これを、あの、50インチの大画面で見られてたらもっと恥ずかしいけどね。こんなしわくちゃな体。ソファに座って。うん、そうなんですよ、ビントレさん。このお二方ね。あ、マジンさん、魔法のやつに返す！あ、さらに魔法のやつに返す！これ、もう確定じゃないですか。確定じゃないですか。あ、魔法大使返す！もう予選通過間違いなくないですか。もういいんじゃないですか。魔法大使返す！もういけたでしょ。これ明日になったら120位落ちてるって感じ。あ、魔法大使返す！おりん落ちた。おりん落ちた。やばくないですか？ちょっと爆投げすぎくないですか？目つけられなくないですか？大丈夫か？え、どこまで上がっちゃった今度。なんかジョジョさんの下なんだけど。あ、ご隠居つかまえたぞ。すごい、ご隠居と同じぐらいのとこにおる。縁起でもない。やめてください。縁起悪いとか言わないで。縁起悪いとか。縁起は大丈夫でしょ、そんなおりんぐらい。大きいのにもおったしな。
やばくないですか。っていうか、ご隠居とかってこんなにもらってるってことマジでこいつふざけてんな、ふざけ倒しとね。ご隠居って普段そんなにもらってんのこいつ。こいつってこいつ呼ばれしてもだわ、同級生やから。ふざけんなよマジで。ありがとうございます本当に。もう本当にありがとうございます。そんなね、あの何もしてない、ただコメント読んでるだけのこんなおっさんにね、もう本当にありがとうございます。次企画また考えなあかんや。日曜日なんかせなあかんな、これ。土曜か日曜なんとかせなあかんな、これ。野良ぼとけくんがまた土日ナンバーぐらいに来てくれたら牛丼持って突しようかな、マナティーで、うん、それ用のいっぱい集めてる、うん、マナティーでお布施、ついでにあのお布施も持って、お布施、野良ぼとけくんってお布施っていうのが決まってて、あの松屋の牛丼のセパレートつゆだくとコーヒーとお茶と220円なんですけど、あのおいちゃんはあの22円をねレシートに包んでお布施してあげる。別に今からマクドとか行かなくていいよ。ありがとうございます。じゃあ行かな、今日はやめときます。お言葉に甘えて今日はやめときます。素直に乗っかっときます。おかしいでしょ、やばいでしょ。かといって牛丼屋とか普通に入っても面白くないし。何が空いてるんかな、この辺の。平野にあるやんか。閉まってくるやん、あんなとこ人来るの。牛丼屋も空いてるやん。ユーザーとの松屋さんも空いてるの、24時間空いてるの。ユーザーとは来そうやん。あんなとこ。いや、昨日のあの、ガレージの前で、たまたま持ってたマナティーかぶった瞬間にマジンさんが、あの、さすが配信者って言われたとき、あ、おりちゃんついに配信者になったんやってわけのわからんこと、好きや行かないですよ。行かないでしょ。もう中いっぱいですよ。好きやってどこにあるの？え？好きやってどこにあるの？え、この辺好きやどこにあるやろ。あ、好きや。ないやろ。好きやは、ないな。ほんまや。行かんまで行かなかん。いや、伏せの方にあるんちゃう？まあ、南辰巳、ね、ほんまないんすよ、何も。まあ、うん、福祉の町って言ったってるからな、うん、おじいおばあの町や。で、これ、ジャイロで車があったところで酒飲んだらもう行かれへんし。というか、酒飲んだらチャニコもダメですからね。こうやって準備しないです。何をいいしてるんですか、おかしいでしょ。あなたたちおかしいでしょ、言うてること。あなたたちさっき、今日はもういいからねって言ってくれたんじゃないの。ね。今日はもういいよって言ってくれたんじゃないんですか。ね。今日はいいよって。昨日頑張ったからゆっくりしてねって言ってくれたんじゃなかったんですか。あれ？なんで首振ってんの？あれ？なんでマクドナルドなんですよ。なんでマクドナルドなんですか、バンブーさん、ここで。バンブーさん、バーガーです。バンブーさんも最近、あの、おいちゃんにそんな枠で投げてるの見られてから、ポチポチ投げてくれるようになりました。ありがとうございました。バンブーさん、何もない。いや、行かないです、今日は。今日はもうマナティ疲れてるから。今日は配信外でマナティいろいろあって疲れてるから。落ち込んでるから。なんでビントレさんそんな不吉なこと。昨日の店員さんがいなかったらただの変質者でしょ。でも結構みんなね、 YouTuber があのマクドのドライブスルーチャリンコで試してて
一つの動画は普通に書いたけど、他全部断れてたんだよ。全部断れてたんだよ。あかんの？あかんみたい。なんでみんな言ってるよね。昔はよう言ってたけどな、おばちゃんとかがな、普通にチャリで。うん。学生も言ってたし。うん、で、この間ドライブスルーを完全スルーしてみたっていういたずら動画が上がってて、うん、注文して、うん、お金払わんとそのまま窓口通過した動画が上がってて、それ以来ちょっと厳しくなってるっぽい。店員とライン交換。店員だってあそこ、兄ちゃんばっかりなんですよ、あそこ夜。女の子いないんだけど。私無理無理って言ったら、こう、女の子二人、あれ、店の前におったお客さんっぽい。店員はの時間帯にはお兄ちゃんしかいなかったし。歩いても行けててんで、ドライブスルーって。それはおかしいけどな。隣のママさん、めっちゃ乗り気になってきてんの、これ。やばいな。マナティーで店員さんが、おかしいでしょ。あ、ちなみにマナティーは JK だからね、門限厳しいから、もう9時以降、外出れないから。おかしいな、昨日おったの、それがそうね。あれ、たまたまですよ、たまたま。あ、電話注文して、マナティー。電話注文も電話番号言うて、あ、朝倉真奈ですって。嫁に電話注文してもらって、名前聞かれたら朝倉真奈ですって言っといてもらって、で、マナティの格好で、マナティやでーって言って取りに行くの。おかしいやろ、それ。野口食べてるの見たいなんて言ってないから、ね、言ってないワクワク。何をワクワクしたんで、バンボさんバーガー出す。野口って食べたって普通でしょ？野口って、え、野口って何やろ、ね、野口って何やろ、ノートン口。何やろ、野口って何の略やろな。江口は、野口って何やろ、野口なんかある。その前に。またお前かって言われるっていうか、もうお帰りくださいって言われたら悲惨でしょ。通報されて終わるけど。マクド、家の一番近所のマクドで、宅配もいつもあそこから来るから、あそこ使えなくなったら大変なんですけど。いつもありがとうございますって言われるんで。はあ、めっちゃ注文すると。うちめっちゃマクド注文しますからね、宅配の時。まあ、しますからね、してましたからね。宅配の時いつも3000ぐらい取られんねんけど。おかしくない？ペコペコすんね。おかしくない？マクドのくせに3000ぐらい取られんねんけど。昨日めっちゃ安かったよね。どっかの営業マンかよ。で、しかも、チャリンコ乗りながらの、照り焼きバーガーは危険やでっていう、ね、あれやったのに、全然危険になってなかったし、マクド2軒目行こうか。いや、もう行かないでしょ、ビントレさん。いいね、誤解です。注文書を玄関先で回ってよけだ。引くやろうな。おばちゃんで言うたら、ウーバーで持ってった先にマーティーがおるんでしょう。めっちゃ引くわ、それ。パッパと渡して、パッパと帰りたいってなるわな。次どうしようかな、マジで。野口、矢口とリチ。あ、そうなんですか。バンバさんバカです。矢口って何やろ。今、くつきの名前。とリチって確かトリプルチーズバーガーやったような気がするんだけど。マジでそれ美味しそう。鳥のチーズバーガー。矢口ってね、バスターが入った。凝りすぎでしょ。そんなん絶対配信せんならダメじゃないですか、それ。玄関にパソコンとかスマホをセットしないとダメでしょ。
ママも乗りすぎでしょ。マナティ待機しませんよ、前。マナティ今頭かゆいって言ってるでしょ。マナティ頭かゆいんだから。嫁ちゃんの洋服入らないわ。嫁ちゃんの洋服伸び伸びになっちゃいます。およちゃんが嫁の服着たら嫁ちゃんがもう二度と着れなくなります。破れるわ、うん、あんたが窒息死するんちゃう、多分。ああ、うっ血してまうの、うん、もう嫁ティーでいいよ。嫁ティーって、嫁ティーってなんすか。それよ、ただ嫁が出演してるじゃないですか、普通に。嫁ちゃんが普通に出演してしまってるじゃないですか。読めていいみたい。読めていい。どれが読めていいかもわかんないです。というか、あと80ポイントでご隠居抜けるんですけど。あ、じゃあ、80ポイントでご隠居に並ぶんですけど。向こう394人で5950。うち165人で5870。すごくないですか。しかも投げてるの、あの、4、5人やし。4、5人やし。夫婦を1人カウントしたらもう普通に2、3人やし、うち。やばくないですか？ 2、3世帯だけで持ってる枠。日本と一緒やん。そう。日本の年金と一緒やん。うち日本の年金制度やん。パパにや。シードさん、シードさん、魔法大さん、魔法大さん、魔法大さん、シードさん、あ、シードさん、魔法大さん。あ、来た来た、年配と思います。20ポイントまでないです。何これは何、隣のママさんとシーさん。あー、マナティじゃないです。20ポイントまでさ、20ポイントまでないです。マジで、ちょっと待って、これ。これ、あの、ご隠居抜いたで済めないでしょ、これ。ちょっとやばいっしょ。上がりすぎでしょ。上がりすぎ、上がりすぎ、ちょっと。どこまで上がったん、これ。上がりすぎじゃないですか。やばくないですか、今日。めっちゃ重たい。あー、トレモノさん、漫才サイズ。あ、50ポイントボーナスバッシャー！超スーパーポイントアッシャー！ママさんすごいですね。シーザーさんめっちゃ投げてんのに逆に出えへんな。もうこれもう絶対運営の嫌がらせでしょ、これ。ねえ、この人は、あの、いくらでも、あの、投げるからって、もう、かもられてるんちゃいます。ダメですよ、かもられたら。うん。ご隠居抜いちゃったんだけど、SI も抜いちゃったんだけど、ちょっとやばくないですか、これ。71時とか、もう予選か、突破でしょ、これ。あー、隣でママさんから3人10ポイントも出すーさー。何、隣でママさん、あー、また3人3人隣のマンさんから20ポイントボーナスアッサー。出すぎでしょ、あなた。あなたで、あなた投げれば投げるだけ出てる、ほとんど出てるじゃないですか。単品が一発あるだけで、単発魔法のダイスが一個あるだけで、あと全部ボーナス、ボーナス、ボーナスなんですけど。やばくないですか、これ。やばくないですか。ちょ、これ誰って言われるかや。これ誰、この人誰って言われるか。あ、さらに隣のママさんから、隣のママさんから魔法のダイス、隣のママさん10ポイントボーナス、隣のママさん魔法のダイスです。やばくないですか。なんか隣のママさんの10ポイントボーナス、今、うちの画面バグってましたけど、固まってましたけど、出すぎでしょ、これ。違うよ。違う。隣ママさん違うよ。あ、そういう意味でさっき出勤言うてたんか。隣ママさん今から仕事行くんか、思うた。出勤の時間じゃないです。もうお酒飲んでるでしょ。お酒飲んでたら自転車も飲酒運転行かないです。マクドは行かない。ええー、いや、驚きの顔じゃなくて。いや、今日行かないです。今日行かないです。もうお酒飲んでるから無理です。無理です。しかも、もう2本飲んでるから。
もうこの右乳首で我慢してください。この右乳首で。右乳首、左乳首、右乳首、左乳首交互に見て。飲んでますから、めっちゃ。隣のママさん、あ、そっち?隣のママさん。ママ、みんなが、でもまだ寝ないでしょ、でもみんな。みんなまだ寝ないでしょ。ママから、お休みが聞きたいです。アイス見たかったよ。アイス、あれマジでやばいんですか、アイス。おーちゃんチャリンコブレーキ効かないから、あんなアイスとか忘れたらめっちゃ危険、マジで危険なんですよ。マジで。クレープも別に チャリンコ乗りながら食べたら危険やでって言ってるけど、おーちゃんのチャリンコ特に右のブレーキ全く効かず、左のブレーキもなかなかあんまり効かないから、めちゃめちゃ、ほんまに危険なんですよ。片手運転でさえも危険なのに、ね。鼻ポテトもやったでしょ、昨日。ね。めっちゃ危険なんですから、マジで。いや、壊れた、んいや、もともとなんか伸び、ワイヤーが伸びてるのかわかんないですけど、で、昨日、そんな中ね、ソフトクリーム渡されて、片手でね。で、ソフトクリームを、左手で持ってたから、右手が、の、ハンドルで、右手のブレーキしか握れないわけですよ。で、右のブレーキ握っても、全く効かないから、マクド出た瞬間にね、おりちゃんがあかんあかん、危ない言うてんのは、あれ、そういう意味で、全くブレーキ効かんまんま、チャリンコがどんどん前に進んでって、本気でこけそうになったんです、あれ。いや、あれ、足で止めたんですよ、だから。両足、ピタッとつかない高さのサドリなのに、足でね、めっちゃガッ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 って押さえてて、ほんで、なんとか、手持ち替えて、で、マクドで、通報されたらやばいと思ってマクド出たら、お姉ちゃん二人組おって、そのお姉ちゃんに、あたしきれいって言ったら、私無理って言われてんけど。私無理ってどういうこと?日本橋ナンバー2個でチャリ修理した。あ、チャリ修理しました?よかったか。っていうか、盗まれてなかったの。え?そうやん、トマトやったの?マジで?いや、あの場面も映ってたでしょうよ。帰りしの、なんやねんは入ってなかったけど、なんやねんは。せっかくの俺ちゃんのなんやねんは入ってなかったけど。なんやねん。なんやねん入ってなかったでしょ、昨日。天王寺、スーパーホールの前のお姉ちゃん見かけて、振り出しだってマクド行くしか、なんでや。うん、そう、私無理って言われてんけど。で、スーパーホールの前で、後ろ姿だけ良かったから前まで行ったらね。ああ。で、ずっとあたた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 って言って、あたたたたたたたって言った時に、あれ、貞子さんじゃね?昨日なんやねん。あ、違うな。誰やったかな?バンブーさんかな?なんやねん。え、貞子さんやったんかな?なんやねん、わらわらって言うから、ね。そこで編み出した、生まれた歌がね。なんやねん、なんやねん、とても好きさ、なんやねん、なんやねんだよ。あ、なんやねんなの?なんやねんやったな、あれ。なんやねんじゃなかったの?いや、アップルパイは、隣のママよう見とんな。昨日クレープ食べて帰ってきた時の田島旅行の交差点におったお姉ちゃん、最初、主婦かなと思って、まあ、気軽に声かけたら、女子大生ぐらいのお姉ちゃんやったんか知らんけど、マクドの値段聞いたじゃないですか。いや、わからないです。で、チャリンコ乗りながらクレープ食べたら危険ですよね、って言ったら、そうですね。めっちゃ普通に答えられてる。で、あとずっとダッシュで、うちの前までダッシュで、結構おじちゃんも本気で追いかけて、で、おじちゃん家のこのマンションの前通って帰っていったけど。やばいよね、マジ。やばいよね、マジ。っていうか今気づいたんだけど、オシャンティの上やん、ジュニー。
ちょっとアシャンティの上なんだけど順位。お兄ちゃん早かったでしょマジで。びっくりしたんだけど。自転車に乗ってるんだろうな。自転車乗らないでしょ。飲酒運転で捕まるでしょ。自転車乗らないでしょ。自転車配信好き。貞子さん、雪地アホって好きやな。あれでもあの男前作っとるからな。作っとるからな。あ、チャリに乗りながらクレープ食べたら危険やで、おじさん帰り道に美少女と出会う動画、広告ついた。今日昼間まで広告ついてなかったのに。マジか。今さっき言ったあの、お姉ちゃんに声かけてた動画が、ね。広告つきました、YouTube。まあみんな配信者やね。うん。やっぱりよく考えちゃったな。いやいやいや。マジンさん、今日は行かないでしょ？ねえ、今日は行かないでしょ？ねえ。次回の工人はね。さーて、自爆の工人は、てれれれてれて、てれれれれれて、工人でしゅ。もうお酒飲んで半分眠たくてヘベレキ状態です。さて次回の工人は、お酒もう一本飲む。当てが美味しい。今日は家から出ないの3本です。てーれれってって、やるのが見えるはやらないでしょ。なんでそうやってみんなハードルどんどん勝手に上げていくの？ハードルが、じゃあ君たちのハードルって普通のハードルじゃん。いつもね、棒高跳びぐらいのハードルになってんのよ。ハードルが。だからハードルの真下そのまま素通りなんだけど、じゃん。ハードル高すぎて。高すぎて超えれないんだけど。いや、見えないです。やりたがりじゃないでしょ。まだまだ序の口。配信者でございまするですよ、アチキは。てーれーてーてーてーれー。てーれーてー。じゃんけんぽん。うふふ。